まや、返し、あ、スメールとかいう温泉ありますよね。そこはもう、まあ、多分ここ、もう ここしか道ないんちゃいますかね、うん、ここからアプローチかな、うん、この辺、ね、うん、行きましょうか、この辺って書いてみよう。ワクワクしません、ダムとか。そうこれ絶対昼間見たらごっついっすよ。この橋がこれなんですよね、多分、うん、ね、僕ら登っていくのはここやから、こっちやね、だから、そうですね、ね、はい、はい、先輩にテント立て出してフライ、まあ、どっちでもいいか、フライいるかな、すいません、はい、お疲れ様でした。ぶち、明日のさ、はい、ルート、うん、これずっと上がっていくやんか、はい、登っていって、はい、ここ、はい、この迷い岳っていうの、はい、梅酒売ってなかったんですよ。売ってなかった、はい、そんなことあります、ありえますって言われてもありえるから売ってへんやかな何遊んでんの。もうめっちゃ速いんですよアリよりアリの3倍ぐらい速いんですよ、スピードが。何見てるんですか。いや、このアリケツが透明やねんだからいや、すげえすげえいや、めっちゃ変わったアリ。特にこのアリは変わってるんですか。いや、分からへんけど、ケツが透明やねん。俺、動物好きなんですよ。虫やつあ、藤本さんのザックさ、はい、その沢行った時に水浸かるやんか、はい、めっちゃ重ならへん。めちゃくちゃ重たかったそうやろ、はい、で、バージョンとか変えてきたんですよ。お、ま、ね、今日 Facebook 見た時にあれ、色違うやんの。そう、あ、分かってくれました。うん、あれ、色違いを持ってるんですよ。いや、色違うと思って、そうなんです。もう上げてたんですけど、これ沢用なんかな、思って。まさに沢用みたいですけど、ドレンホールがついてるから、ほんま沢用ではないけど、このよりに沢用、この間使ってたやつはドレンホールなかったから、うん、もう水使ったらもうめちゃくちゃ重たいんですよ。これドレンホールつけるからこれですよ。じゃあアリ入ってる、ポテトチップスオンザアリにしてみたら今流行ってますね、うん、流行ってる昆虫食。昆虫食、いや流行ってるって。いや、そんなん持ってたらそれはしなあかんのちゃうの。やっぱそうですよね、まあ、こんなんなんか持ってこわ昆虫はちょっと食いたないな。でも、あ、そうなんですか。そうなんですか。昆虫食いたいやつおるか。いや、僕食べてみたいですけどね。山口くんでもそういうとこ行くよな、うん、普通に食べてみたいと思うんですけど、別に好き好んでないけど、どんなもんかっていうのは。いや、ほんなおるやん、もうアリちょっと捕まえて食べてみる。プロに調理してもらって。調理いや、それちゃうやろ。ちゃいますか。だからそのアマゾンが下ってた時になんかニワトリ飼ってたんですよ、ね、うん、卵食べたくて産んでくれなくてすぐ殺しましたからね。いや、あれしてる、ダミーの卵置いとかなあかん。そうなんですか。うん、全部取ったらもう産めへん。あ、だから卵を1個、最低でも1個は残しとかんと次々産めへん。産めないんですか、うん、知らなかったな。これちゃんとメスかって確認して、うん、そうやって飼ってるんよ。で、締めて食べたの。食べました、焼き鳥にしてました。カエルとかもいっぱいおらんねん。カエルも一回考えたら、カエルもめっちゃひょっとしたら空飛びたいかもわからんと思って、はい、でカエルを空飛ばしたろうと思ってトンボを取ったやつにトンボにあの糸をくくりつけて4、5匹な、はい、でそれにカエルを結びつけて飛ばしてんけど、あのトンボもそんなこうなんて5、6匹こうなってこう超変態でこうピャッと飛んでいくんやったらいいねんけど、あいつら逃げたいから方々飛ぶんだからいろんなすぐに絡まって落ちていくさで、落ちたなと思って、その放置やもん。だから、鶏も買うてるわけよ。うん、ほんで、鶏は卵を産ますために買うてんねんけど、はい、ほんだら、やっぱひよこ、ある程度卵を置いて、ひよこに返したりもするわけよ。はいはい、で、ひよこパッて言ったら、そのひよこの当番が今度俺になるわけよ。はい、ほんだら、こう、木の小屋があってな、木の小屋で朝起きたら、木の小屋パッと開けて、こう、こうカバーして、こう、下開けとったら、鶏がバーって出てきて、夜、夕方になったら帰ってきようのかって。帰ってきたら、ここ、ヘビに来るから、閉めて、次の日の朝まで開けへんのな。でもたまに閉め忘れる時あるわ、うん、はい、ほんだら朝パッて行ったらさ、青大将とかがもうひよこ食うてトグロ巻いて寝とるわけよ、ほんでもう、うん、分かってるんですよ、うわっと思うやん俺、でばあちゃんとこうやってバーッてさ、ばあちゃんもあのヘビにひよこ食われたって言ったら、ばあちゃんがそうだ悪さするのはなあれやから、あの叩き殺してこいと
言うて、そのおばあちゃん杖を渡されるわけよ、うん、で、パッと渡して、うわっと分かったって、俺もうひよこやれて悲しいからさ、もう決死の思いでさ、殺すの嫌やけどさ、なんかその、行くわけよ、行っかけたばあちゃんがな、あの、頭叩いたらあかんと、頭よりな、5センチ下叩くの。で、蛇って、後々調べてんけどな、図鑑で、うん、脳みそあんねんけど、脳とほとんど蛇の脳ってないねん。だから脳震盪とかってなれへん、ね、で致命傷を与えるのが蛇はな、そっから5センチ方に頸椎がある、ね、あ、はいはい、でそこをやると蛇ってもう生きていかれへんなる、ね、頸椎を損傷させると、はい、だから5センチぐらい下を叩けって言われて、でパンってガンって叩いたらもうニャーってなってもうこうもうもがえ、はい、で死んだけどそれどうしていいか分からへん俺、でばあちゃん死んだで言ったらほんなうちのおばあさんバーって来て物干し竿にくくりつけてます。おんね、蛇を。で、パーション、それ何してんのみたいな、まあ、昔の人の考え方やな。これ、見せしめやと。誰に？いや、だから、他の蛇が見たときに、悪いことしたらこうなるで。ほんで、吊るしといたらな、まあ、叩いてあれしてるからさ、やっぱもう死ぬわけよ。はい、もう、だらーんとなったら、だらーん。で、これどうすんのかなと思って。で、あやちゃん、あれどうすんのって言ったらさ、うちのおばあさんそんなやつもう死んだなってピョッとこうってさ自分のところの畑がこう、まあ、石段があって家があって下が畑になって、まあ、このマジかよ、まあ、ピョッと振ったらさちょっと抜けてさ畑の方にピョッと落ちるわけよなナスビとか埋まってるところの畑にその青大将の死骸がパタッと落ちるわけやんか俺はそのところの野菜とか食ってるわけやんいやあんなとこにエビ当ててっていうかどうすんのかねあんなとこでばあちゃんヘビあれしたらなんか腐ってどうのな、うん、気持ち悪いやんかって言うたら大丈夫やって1、2時間もしたら飛びが飛びに来るって言うけど、うん、ほんまに俺ずっとほんまかな思って勤めたらほんま飛びに来とったのかな、うん、モグラの取り方しないやろしないですよそんなしないですモグラ取れるんですかあ畑でモグラおんねんよ、うん、でモグラの取り方めっちゃ簡単モグラよおってんが、うん、こうモコモコモコなんねでこっちからこう、こうモコモコってなんかモコモコってなってモコモコってなるんですかモグラそんな深いとこ潜れへんから、はい、柔らかい土のとこしか、はいはい、あの日光とか避けていくだけからな、うん、こうモコモコモコってなんねモコモコとこうやってこっちから見て進んでるからで進んでてもうこの辺来るなって分からへんから大体分かるね方向的に、はい、こうキュッと曲がれへんから、はい、こうグーッと来れへんからほんなら手前来たのもここの足がバーンと踏んねんか踏んだらびっくりしたって出てきよほんで、モグラってな、出てきたらな、次潜るまでめっちゃ遅いすぐ捕獲できないいや、ちょっと、でもね、ボコボコって見えてんねやったら、うん、まあでもそのままいや、だから土の中は早いあー、うん、そんな早いんですか、うん、こうらしいねんな、うん、どんなの大きさこれぐらい、そんな小さい、ね、ちっちゃいネズミのちょっとちっちゃい分、うん、かわいいでも絶対もうモグラなんて、ネズミじゃないってもぐらもぐらあれ山内もう寝んのはいピロトーク ないのもう寝てます寝てます寝た方がいいんですそれもう2時やもんな、はい、で5時半起き5時半起き早いなあんま寝られへんなはいいやっていうかもう暑い、あもう暑いですいや俺もう今度寝られへんわ暑すぎてマジかうんこれフライ張ってないのにこんな暑いのいや、わかんないです羨ましいですね何が羨ましいの体温高い方が病気しにくいんじゃないですかそうな関係あるあると思いますね、やっぱえ失礼、ささんてささん、俺喋りかけるからな、ずっとリーダー、ちょっと暑いこんな真夏に3番なんて暑すぎるやん、そんな、うん、だってこないだもクーラーかけて寝ててんで、車の中で、うんはいはい、なんかそんなん言ってたらワイルドな男になられへんな見えないですねなあ、あかんな頑張るわ、うん、寝た、うん、あんまりしつこく喋りすぎたらもう次から行ってもらわれへんようになりそうやからもうこの辺にしとくわ勘弁しとったるわさっき
いやでもやっぱ寒いな。この間さ全然でしたよね。朝からぶわっていう、寒くなかったもん、はい、風もないんすね。は無駄がないな。ハードケースね。ベビーチーズ、ベビーチーズ、大人チーズだって、うまいですって。はい。何の汚いもんいるみたいな。山君チーズはいる？藤本ちゃんって結構変わったもん持ってそうやな。なんかイメージがな。ことごとくいじめイメージをこつがえしてくれる男やから。なるほど。酒飲まれへん。そういう意味でしょ。うん、なんか仕事中でもポケットにバーボンとか隠そうな感じやから。うん、シリアルバー1本と食アンパン2個と昨日のちいかわ1つ。え、飯そんだけですか？あります？こういうこと、僕いっぱい持ってきてるんで、まあ、昼飯をですね。いや、昼飯もこれでメロンパンいります？ああ、はい。いや、俺朝飯メロンパン、いや、え、俺いつも、あ、そう？あ、そうね、でもなんか不安になってきた。いや、そういうの足らんでしょ、はい。あ、ありがとう。でも足らんように見え、足らんと思いますね、僕は。俺、いつも結構少ないな、少ないね。あんま怖いね。そうだ、シンチロールとか持ってくると思わないな。それ、うざいな。なんか、膝痛いな。こう。なんか、そのやつ合わせたら。6時40分。今映ってるのかな？いや、多分それは映ってると思います。だけど、これ、こっから先越えしたらずっと向こうにまた、ハードルの道あるから。いるから。ダメですよね。うん、行かなあかん。バーンと行って向こうで取り付いた感じやね。意外と浅いんですよね、多分。いや、あの奥まで行かんとあかんで、手前あかんで。ほら。浅っ。ちょっと松村さん、勝手に行ったらあかん。これがあるから。勝手に行かんとください。
全然先と思ってちょうど今この辺おるぞとか、うん、はい、谷筋あって、うん、南西ですね、南西の方向に入ってます。あ、こういうこんな滝。めちゃ高速です。あ、めっちゃ冷たかった。電気はどこに冷たいんですか。あそこはまだ気温そんな上がってないときだから、はい、めっちゃ綺麗です、これ柄が確かにマムシだ。人がいてみんな全員カメラ振ってるマムシかっこいいもん。うっ、この前あんなところに隠れてたやつをロープダウンで、あ、ほんまや、潰してしまった。あれ、スズメちゃうの。スズメです。おー、ちょっと真っ赤がいいかも。まずは多分前衛先っていうのが見どころなんです、はい、オッケーThank you.
切る、うん、どこに、こいつー切るって、あ、やられた。めちゃくちゃかっこいいですね、これ。買った方が行く。はい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 。え、あれ。買った方が行くのか。やったの。いや、やったでしょうね。やったけどさ。これを言いだけじゃなくて、嬉しいことですよね。悔しい。ここだけな、ここだけな、ほんま。あの6個だけ怖い。あとはそんなことないけど、安心するから。
見ててね、ああリードの太郎怖かったから落ちたかお疲れ様です。いや、俺らはさ、めっちゃ楽しく登れたけどさ、松村さんのおかげで、いや、ほんまにそう。いやいや、それは綺麗でしょ。めちゃめちゃしょうがった。あのだからカム、シミュレーターが良かったけど、シミュレーターでどうしようかな、すごいブルブルです。もうめっちゃ怖かった。そう下から見てて。先に一歩も落ちなかったやんか。多分下でおる時点で見てたら怖いやろなと思って。要はそんな考えるよ。いやほんまや。ほんまや。どうしようかな、どうしようか。足元がな。まだ。安定してたから、でもね、降りられへんしなとか、どっかで視線取りたいなことあるの、はいはい、見た感じ、手で持ったら手はあんねんけど、うん、足がぬるぬるしてるから、はいはいはい、ちょっとしたら、手もちょっとぬるっとしてるから、落ちたらアウトやから、あれ視線どっか取られへんから、取れたらな、思い切って突っ込むけど、はい、あれすげえわ。あれはほんまにかっこよかった。あれが多分言った方がいいのかな。ずっとこっちだと。ああ、はいはい。巻きづいたのか、ケーキだけ。パンケーキだけある？あ、ほんまや。パンケーキだけや。パンケーキだけ。これね。はいはいはい。パスくれねえよみんな。はい。パスかけとった方がいいかもね。あ、はいはいはい。ちょっと滑ったな。まあまあ危ない。かかるやろ、反対からかけたらええやんか。でもスリング通したらええじゃん。その通りなんですよ、スリング通そうと思って。撮んのしんどいやん、うん、安定してるやったら、あの生徒のところにスリングかけていってことか。ああ、はいはい、そうしましょうか。ちょっと怖いかも、このスリングかかってるとこ。いけるか。はいはいはい、そらそうか。それ福本ちゃんからもう食べ本番。はい、食ってください。すごいぞ、これね。1個あたり455カロリーやん。1食分丸カロリー。これに追いつこう思ったら納豆4つ食わなかったパックで。めっちゃ怖かった。ほんまに怖かったやつ。めっちゃ怖かったやつ。万が一の時どうしようかって言われたら考えて始めますよね。いやでもよかった。あれがまた突破力ってやつですよね。たまたまカモついた。あれでもカモかからなかった。
サワよさようならって言うて、サワよサワよさようなら、ダメだな、棒読みたいな。まあ言わされてるからな、しゃあない。まだな、ずっと離れるの、離れるの嫌ですね。足元常に冷やしてくれてたのに。これでまた次沢を目指してやったら分かるけど、結局もう水ないですからね。はぁ、あ、疲れてきた。何も楽しみないところに向かうっていうのは、そうですよね、つらいですよね。これ最後まで永遠これ続くんかな。ありがとうな。布引きの先を見て、はい、よかったねって言って引き返す、帰ろうかって、はい、ジャンプしながらな、ジャンプしながら、もう帰りたい。はいや、ほんまのボキャブラリーのない男やから、くっそう思んないですねこの道ほんま。尾根に、尾根に出る、出ました。しんど、そこを降りていくんじゃないの、ちゃうの、はい、なんでこのコースにしたん、どうなこんなん想像してたんと違うわ俺。まあこれも含めて沢登りなんでね、これできないと沢登りできないですね。冷たいな、そんなん分かりきってることじゃないですか松村さん。俺松村さん、俺知らんよ、何あの返し、はい、行くで。山内君、これ何だっけ、これはマシュマロだけじゃないんやろ、ちゃうやん、ね、おう、ね、何これ何だっけ。あーダメだ、出てこい。藤本さん教えてください、ちょっと思い出せないです。いや、これ白だけ。白だけですね。もう見たまま白だけ。おう、白だけ。何で思い出さなかったね。あ、山頂ですかこれ。久々に嬉しいかな。やっぱり50ぐらい来るから。まあ、1242円。1300ちょっとぐらい。迷いだけ、着きました。ちょっと休憩しません？もう3匹ぐらいも食うたわ。もし、鼻から入ってくるの。喉におんね、うん。うわ。お盆にこんなとこ登らへんわ。もっとでかい山行こうね。これ蒸し、でも気温は低いな。低いですね。カフェベーしてくる。カフェベーしてくる。天候もこもってくる。もう温泉しか楽しみないですね。え？温泉しか楽しみないですね。温泉もこんな貴重なとこやから、お盆やから閉まってたし。ありえる、ありえますね。観光地だったら絶対来るけど、来るんじゃないですか、来ないかな、あそこ。今みんなの写真撮りたい、もう汚い。川減ってる時なんかこう爽やかなことやってる風やったけど、今ものすごい虫寄っていって、ドロドロやしね、虫がすごい、虫ドロドロ、虫寄り汗だく。虫食うわ絶対。すごいね虫。うん。そう、このな中にな、噛むやつがおんねん。この小さいやつじゃなくて。小さいやつじゃなくていいですよね。い、うん、った。あ、いった。足。うん。怖。
もう腹立つな。最低のを多分案内したんじゃないですかね。そうなんですよ。疲れた。はい。疲れましたね。あの沢の森からしてみたらなかなかの反動具合。そうっすよ。まさかこんなしんどいと思わんかったな。天国と地獄というかまさにこのことで。ほんまですよね。天国と地獄ですねこれ。上下幅がエグすぎるわ。うん、これもう最悪ですもんね、道悪いですね、うん、楽しいけど楽しいけど、もうええわ。いや、ほんまに懸垂加工で降りたいですね、うん、何だっけ、ちゃうやん、キングオブキノコは。でもない、ないよな、ないですね、うん、何だけで来たの。そう、いや、何だけじゃなくてもいいねんで、別に。でもキングオブキノコはないやろ。ないです、うん、これ登んのほんまに嫌やな。これもう想像もしなかったわ、ほんま。ほんまに嫌や。もう次からさ、クラブってなりますね。時間かかるやろけど、桃の踏ん張りが効かんくなってきました。あー、これはいいトレーニングやと言い聞かしてんねん今、はい、痩せたらいいですね。え、痩せるはせんのんちゃう？またも食べちゃいますもんね。うん、どうせ今からまた晩飯食うねんで、たらふく。グッチ、これ何だっけ？椎茸もどき。おお、今の良かった。良かったですよ。鮭じゃなくてもどき入れてきたって。いや、さっきオッケーやでって。沢の音が近いであります。はい、しんどっ。もう終わりやな、これ。あっこで終わりやもんな。はい、松村先輩、沢、はい、見えたであります。もう近いっす。全然寝てるぐらいやん。しんどかったら寝ません。この俺の汗の量見てみえや。いや、汗もかいてない。息も上がってないし、足にも来てないって。すいません、バカにしてんのやろな、俺のこと。こっちか。はい、めっちゃ楽ですね今。これやん、求めてたやつやん。もう入っちゃいます。あれ入れんちゃいます。降ります。5時ちょうどやで今、うん、2時40分ぐらいでしたっけ、降り出したの。2時間ちょい。座るとちょうどいいぐらいじゃん。ちょうどいいっすね、これ。あー、気持ちいい。あー、気持ちいい。あー、冷たい。やっぱ冷たいけど。あー、気持ちいい。やって。あー、冷たい。リーダー、今日のコメントは。本当に。気持ちいい。今やな。今日じゃなくて今や。わー、しんどかったっすね。しんどかった。もう下りが。やっぱでも、沢って蘇りますね。気持ちいい。あの、登りも大概やなと思ったけど、うん、下りやな。下りの方が余裕でしんどかったですもんね、今日。いやいやいや、終わりでもすぐ出ますね、これ。ありがとうございました。ありがとうございました。リーダーありがとうございました。リーダーありがとうございました。お疲れ様でした。よろしくお願いします。今度あの、帰りも沢で。今から温泉ですね。もう冷戦でええぐらいの暑いのに入りたくないほんまですね、なんかこれでええような気もしますね。まあでもこれこのままで歩いたらまたちょっと汗かくけどな。そうですね、じゃあ今から温泉に行って帰りたいと思います。お疲れ様でした。入ってたらね、入ってたらね、行きましょう。ちょっと、ちょっと左やぞ。足気持ちいいわ。めっちゃ気持ちいいですね。足だけだったらすごい気持ちいい。迷いだけ誰が行くねん。もう多分潰れてますよね、あれ。
あの上に見えてるやつでしょ。ね、違うと言いたいですけど。むっちゃ遠いやん。いつも山から降りるとな、味の濃いもん濃いな。いや、そうなんですよ。俺もそうなんですよ。俺もとんかつとかさ。でもね、今日はなんか俺も。俺カツいらんな、俺も。なんかあっさりしたもん食いたいんですよね。そうめん聞いたからかな。うん、ねえ、暑かったし。暑かったし。うん、これ坂って分からへんな。これ映像からではもう相当な坂なんですけどね、分からへんのですよ。もう川の近くからここまで登ってきてるから、こんだけの高さ登ってきてるよ。だもんな、ほぼほぼ。まあそうっすよね。100メートルは登ってますね。で、一回川使いましたもんね。スタートがだって川の、ね、うん、あの川からですね、橋のところとしたら、うん、あれ10メートルぐらいしか上がってんの、あの橋。100ぐらい、100ぐらい上がってる。だけど今俺はここで100上がってんなって言ってるけど、はい、普通に見たら100やろって言われる。そこだけ取られた。いや、最後の最後、もうあのあんだけしんどい思いしてまだ100登るのかよ。それがもうな、伝われへんから。ぐち今からあそこの階段ずっと下まで降りてまた上がってくる。1000円やるわけやる。1000円やったら絶対やらへん俺。やる感じで悩むのお前。すげえな。階段ってまだ楽じゃないですか。楽ちゃうやん。あのアベノハルカスを60回ぐらいまで登る大会にまた一応申し込んで。大会あるのあれ、はい、大会、はい、大会って別に競争じゃないですよ、うん、まあ完歩すればいいと思います。あの成人式のだけのやつとは。ああ、そうそうそう。もちろん登って何もなかったら嫌ですけど、でも登ってやっぱ上から景色見えると思ったら登りがエレベーター登ったんや、景色だったら。まあその通りですね。またあの会社撮ってない。これダメなんですか。撮ってます。え、これがダメなんか。皆さんどう思います。え、そこは来てほしいよな。そうです。いや、違うんですよ。これ自分の足で登って行くからこそ、やっぱまたビルの中でもその高さというものの感覚がこう全然違うんですよ。とかな。すごい、なるほど。そこ厚く来てほしいとこやのに。そういうことか。山降りたらカスなんですよ、ほんまに。いや、そればっかり言ってますからね。そらそうですね。だって天王寺に住んでながら心斎橋の地理分かれへんのですよ。心斎橋は知ってますよ。僕おばあちゃん心斎橋なんで、あの辺は割と。ほんでこの間なんて蜂に刺されたから言うてね、うん、下山したじゃないですか、うん、で俺運転してるでしょ。ちょっとあのナビで病院売ってって車走り出して 2,3 分で 2,3 分なんですよね。で病院売ってって言ったら、あ、ダメです、酔いました、無理です。ナビでさ、はい、近江温泉病院売ってくれ、はい、名称で。ちょっとやっぱごめんなさい。 OKOK、 分かった。あれはちょっと蜂のにやれたせいですよ。蜂にやられたせい。普段はあんな、何でも蜂のせいにすんなか。あんなんだけど、いやいや、なんでやねん。ポイズンリムまで毒抜けてるやろ。抜けちょっと熱持ってたんで。だからもう山降りたら貸すっていうことがね。そうですね。この時間に帰ってきました。お疲れです。お疲れです。ありがとうございました。お疲れです。ありがとうございました。ありました。グッズがあんだけあのそんな引っ張りあったかいましたっけ、ね、クールにせえへんかったら、オラを打たれたらもうええやん、もうちょっと休もうや、もうええやん、ちょっと休もうや言ったらまだ多分下ってると思う。そうですね、そうですね。なんかありましたっけ、そんな冷酷ひどんな振りまーす。どっち、こっち口やな、わかんないです。うわ、熱かった。オッケーオッケー。真数取るな。引っ張ったらどうなるんでしたっけ。あかんな、あれ持ってきたってことか。あかんわこいつ。この間もうてるな、誕生日で。ジョニーですか、うん、昼下がり、うん、え、そんなんいいんですか。うわうわ、これ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 やば、こうなってる間にグッチパーンってやってや、はい、いた。オッケーオッケー。ありがとうございます。リーダー、はい、どうでした今日のサワは。いや、感想的な。良かったですよ。良かったは分かってんねん、それは。それはええやろ。さっき言うたとこやぞ。ボキャブラリーやぞ。なんか、こういう。まさにこういうとこなんですよ。そう、だから。僕良かったとか、すごいとかしか言えないんですよ。子供かって思って。
どういう部分が一番良かったところは、その2人に沢を登りを満喫してもらえたところが良かったです。おー、だから最初ほんまにやっぱ怖いやったんで、およもう突っ込む、ね、飛ぶとこがないとか思って、いや、そんなそれでもちょっと沢登りから離れてしまったらどうしよう。それでほんまに不安になるの？ちょっと嫌じゃないですか、せっかく沢登り楽しいと思って興味持ってくれてたのに。いや、まあそらそうやけど、はい、半分冗談みたいなとこあるやん、半分、うん、そうでしょ、松村さん。いや、俺は、俺は負けずした。俺は一言も言えない。いや、待って。いや、分かってくれますよねっていう意味ですよ。俺が冗談って言ってるのを。だから多分、どんなとこ行っても多分みんなやったら楽しいと思うねん、それなりに。だからまあ、うっちの中で良かった点で、なんかないんかな、みたいな。個人的なもんな。そう。なんか優等生的な発言やな。いや、今日行った中のどこが良かったとか、あの聞きたいのそこやんか。新しいの、あ、いや、新しいの増えんのはそれはもう当たり前やん。その新しいとこ行ったら増えんねやから。ダメだ、ほんと僕ダメだ。分かるやろ俺の言いたいこと。いや、もう分かるんですよ。いや、僕一番そこ分かってるんでね、うん、苦労してるんです。今日やっぱ俺その松村さんがリードしたとこはちょっと用意感からあれやっぱいけるぐらいのにはなりたいよねっていう、俺の中で一番その良かったっていうか、もう怖かった、一番衝撃的な、うん、そういう意味で言えばやっぱ僕はもう自分が判断を忘れたことがある。ちゃうやん。え、良かったこと言え言うてんねん。悩むことか。いや、僕が言ったらもうあの滝を見れてよかったとかそんなんになっちゃうのでね。いや、つまんねえなと思って。まあでも目的そうやもんな、あの滝。うん、そうですね、うん、ミニやから。もうええわ。本当、そうなんですよ。松村さんは何が印象的でした一番今日？俺結構な、途中で思ったのはあのみんな、まあ全員3人とも一応初見やん、はい、うち連れてもらったけど、初見の人間3人が集まってきて、案外こう全体的通して、まあ、みんなそれぞれそのさっきの藤本ちゃんのヤブコキのところのやつのお助けも頼ましたりとかで、はいはい、トップ切っていったりとかです、ね、まあなんかこううまくまんべんなくこうみんながそれなりに出ていくとこがあって仕事して、はいはいはい、うん、俺もできたんや。じゃあできてました。めっちゃ普通に、はい、ほんまに。でやっぱり3人で初見やし、やっぱグッチはやっぱりその何ていうの、その独自をして案内していかなあかんっていうところにっていう、なんか役割分担が結構ね、はいはい、なんかうまく分かれて、なるほどね、こうそつなくこうすげえ終わったかなって、はいはいはい、それがすごい何かこう力を合わせて、はいはいはい、やった感があるやん。はいはい、しみたしみた、欲しいのこれやろ。わかります、わかります。これめっちゃかっこいいじゃないですか。やっぱそのな、うん、3人で行ってるから3人で行ってる意義って、はい、やっぱ連れて行って思うてんねんけども、うんうん、やっぱりな、うん、仕事するとこはちゃんと、そう、あー来たな、これいただいた。ふもちゃんなんかはやっぱりずっと終始こうカメラをさ、はい、ずっとやってくれて対するわけやから、うん、チームワーク的なもんでな、はいはい、こうそれでまあお互い3人がな、うん、同じものに感動したりこう共感するものがいっぱいあったっていうのは、はい、これは大きいですね。なんか思うんですね、この言葉。120%嬉しいですね、めっちゃ嬉しいですね。でまあ計画してくれて連れて行ってくれて、うん、そうそう、ありがとうっていう気持ちや、まあ、それは役割分担やから、うん、俺らはどっちかやったらもうつれ、うちがほらずっと引っ張っていってくれるから、まあついていきゃええわぐらいの、まあ、そうですよね、うん、だからアホなことも言えるけど、うちからしてみたらね、やっぱり道迷いさせたらあかんとか、いろんなプレッシャーはそれは特にリーダーからあるからね。まあでもそれとこれとはまだ話別ですもんね。それは今あのいい意見を言ってって、あ、そうそう、なんでね、それとはもうまだ別の話なんで、はい、それはもうあのまた後で言うといい話なんでね、感謝してるっていうのは。コメントとしてってことですか？そうです、そうです、はい、それはもちろん感謝してるんで。